私はセキュリティリサーチャー。製品にはあんま関わらへんのやけど、ちょい、聞きたいことがあんね。ほな、行くで。なるほど。みんな集まってくれておきに、赤米には API セキュリティっちゅう製品があったやろ野に新しく出た製品も API セキュリティってだよ、ね、なんでやねわけわからんわ。教えて。ほな、説明したるわ。赤米がノーネームを買収したんはな、API を全部守れるソリューションにするためや。 ほんで、これまでの API セキュリティを N 乗したって説明してますんや。おーい、みんな、どない声届いてへんやん。調子悪いな。ええやほんで N 乗や。なんや、N 乗って。新しい API セキュリティはな、40以上の外部ソリューションと連携できて、環境やソリューション、場所を選ばんと、隠れてる API のリスクを迅速に分析できるんや。 API セキュリティってみんなにいるんおう、思ってる以上にいるで。OWASP の API セキュリティトップ10って見たことあるかこれほんまからやね。みんなあれ聞こえとるああ、それな。確かに要注意の攻撃ベクトルやね。それを示すデータは業さんあるけど、あんたセキュリティリサーチャーやろ。今 API の利用は拡大しとって、AI ブームがさらに加速させとるから、指数関数的に拡大するんとちゃう知らんけど。 急速に増大する API の脅威に対して防御を強化できるし、テストも繰り返せるんやで。指数関数的に成長してる脅威にも対抗できる。やから、N 上。うわ、えぐい。<laughs> やけど、具体的にはどないなってんの実際使われてる API のライブトラフィックを分析して潜在してる欠陥や脆弱性を見つけんね。特に機密情報や。誰がアクセスしようとしてるか。ちょい待ち。そこ、めっちゃ重要。 赤米の API セキュリティは、誰が API にアクセスしてるか洗い出すだけはなくて、アクセスできるべきかどうかも評価できんね。API の開発段階に組み込む形で、自動化した脆弱性テストもできて、脆弱性の発見が本番環境にデプロイされる前と後では ROI も当然。600倍ちゃうって言われとるな。ほんまは640倍や。 N 乗の N は今保護してる API の数と新しい API セキュリティを導入後に保護できる API の数の違いでもあるっちゅうわけや。100倍くらい違うかもしれんな。新しい API セキュリティなら指数関数的に保護範囲が広がるからそれも分析できるってことや。わふぅーアクセル全開や。アクセル全開って何でもどうやって動くんせやな。 新しい API セキュリティは赤米のこれまでのソリューションや顧客の持ってるセキュリティソリューションとシームレスに統合できるように設計してるさかい。赤米の w フトと連携させたら危険なアクセスを簡単にブロックできるし、セキュリティツールも併用したら安全性をさらに高められるチ寸法ンポや。からなんやろ、トニー。その間に脅威インテリジェンスを使うて API 攻撃を正確に特定することもできんね。最高脅威インテリジェンス大好き この話あちこちで言うてよ任しとき頼まれんでも言いまくるわ